まあ、井上選手の名前とお疲れ様でした。まあ、全米記者協会の、まあ、表彰式や、まあ、ベーダーリーグの完成、山本投手とのご対談というのがありましたけれども、今回のニューヨーク滞在を振り返られていかがでしたでしょうか。まあ、まずはあの表彰式というとことで、まあ、すごくその期待されているものだと感じましたし、まあ、今回、まあ、全部行けてよかったなと、まあ、そっちの理由も思いますね。表彰式が、まあ、日本初の受賞ということもありまして、まあ、ご自身が気づかれたものも評価されてきたというのもあると思いますけれども、まあ、その場に出られたことであったり、そこでの出会いや刺激というものが何かありましたでしょうか。まあ、出たことによる、まあ、そのニューヨークで表彰式を派手に感じるというのは、まあ、いいことかなと思いました。まあ、その後はまあヤンキース戦もドジャース対ヤンキース戦も観戦されて、山本投手との対談されたというのを話している中で、例えばご自身の中で参考になったことであるとか、まあ、何だであるとか、刺激になったこととか、そういったのも、まあ、時間も少なかったし、まあ、記事に出ている通り、まあ、そういったあの話を、まあ、少しですかね、しました。まあ、そうやって、タジャンルの忘れてもこう会うというのはすごく自分の中でも、まあ、刺激になるのもありますし、まあ、また全然ボクシングと野球だと、まあ、全然、まあ、違いますけど、まあ、そういったあの出会いというのは大事なので、まあ、まあ、表彰式含め、まあ、そういう出会いもあるかなと思います。今回、まあ、我々しているのは、まあ、表彰式だったりというところなんですけれども、それ以外例えばニューヨーク滞在中に楽しまれたことであるとか、こういったことに驚いたとか、何かそういったご体験というのはありましたか。まあ、特にそんなにホテルから出ることがあんまりなかったので、まあ、その他ご自身で育てられた学弟子が全米記者協会の最優秀選手に選ばれ、その場に一緒に出席したということは、今振り返られていかがと感じましょうか。いやもう、まあ、東京ドームもそうだけど、まあ、夢のような出来事で、しかもヤンキーススタジアムでハンドオーバーンとか隣にいて、山本投手がジャッジさんとも抑え込んじゃうっていうすごい光景を見て、まあ、鳥肌がずっと立ってましたね。こちらの方もなんかニューヨーク滞在中に楽しまれたのか、何かあったと思います。まあ、やっぱりその野球と、まあ、次の日あの試合も見に行ったんですけど、試合の中でもやっぱりもう入ってきた瞬間に大歓声が上がっていたんですけど、ただホテルとか街歩いてても普通の、まあ、中学生高校生みたいなアメリカ人が写真撮ってくださいって来てる姿を見て、多分ボクシング史上始まって初の人間じゃないかなって感じを受けましたね。とにかく驚きました。それが一番驚きました。でその少年が興奮して思ってたんで、そこでやっぱりびっくりしました。で、まあ、そこもアメリカに来るにつれて、まあ、そういう知名度もしてきてるのは感じるので、前回一番ほぼ経験では、いや多分合宿でロスその時に比べて今かなり増してると思うし、まあ、それも自分がその試合で、まあ、いい結果を出してきたものがついてきてるかなと。期待という部分においては、まあ、すぐどういうことはございません。また再びアメリカで試合ができたらいいみたいな感じのイメージも、あ、そうしました。そう思いました。またアメリカで、うん、やりたい。僕はアラームですもん、すごく望んでるし、でアメリカのファンの人もすごく望んでるのをすごくすぐ感じたので、これも一応ありじゃないかなと思いました。初め前、そのツイッターにも書きました。やっぱり評価とそういうものがちゃんとアメリカであるのは絶対行きたいなと、そこはすごく考えています。まあ、ファイトマネーとか含めて、それ一番
まあどうなんですかね、そこはちょっと分かんないです。まあ、今回ニューヨークでそういう評価だったんですけど、まあ、場所変わるんですね、アメリカの中で。ちょっと変わるとそんなに仕事だったんマジソンスクエアガーデン、スポーツの伝統って言われて、そっちの伝統ある場所で、一応ご覧になってると思うんですけど、なんか印象とかシアまあ、テレビではやっぱりそう、まあ、見るじゃないですか、試合してる、まあ、こんな感じなんだっていう、そんなにすごい広いわけでもなかったので、まあ、でもなんか歴史的なものを感じました。山本同士が降板して降板してと同士がちょっと、まあ、ちょっとつけるが早かったので、球場の雰囲気も含めてこうなんか感じたものある、アメリカはなんか自分で野球を見に行ったのはその WBC と今回が初めてプライベートで、あー全然違いますね、うん、やっぱ日本人のお客さんとアメリカ人のお客さんっていうのは多分まあ本当にこうお祭り騒ぎ、すごい楽しんでるなと国民性、この人たち向こうでプロモーターとかアメリカの野菜だとか、うん、そういう今後アメリカでやる今後海外で具体的な話とか、まあはい、言える範囲で何かあったんですか。まあ数言ありましたよ、ね、うん、アメリカの番マジドズと場所の下でユニットがあるんですか。そうですね、ジャンピオン、40回の時とかイナネストルの会話がちょっと X 出て、そのフェザーまであと1年っていうチャンピオンの一言が反響を巻き起こしてるみたいな、それについてはあと1年、それについて、まあ、まあそのくらいっていうニュアンスですけど、まあ、あと1年あったら4、5試合はできると思う。ああ、まあ、今年2試合と来年3試合、来年いっぱい。じゃあイメージとしてスーパーバンタンはあと4、5試合、まあ、イメージとしてはですよ、ああ、まあ、その1年先っていう自分の体の見通しもついてないですし、うん、ただ今年いっぱい、まあ、来年いっぱいでスーパーバンタンで考えたときに3年あたりで作れるんじゃないかなっていう、なんとなく体の感覚的に、まあ、流れていく感じです。